急に旅館の手伝い頼まれちゃったの。一緒に出かけようって約束してたのに、本当にごめんなさい。あ、でもお昼前には上がっていいって言われてるから、それからならお出かけできる。うん、いろりのところわかる？あそこで待ってて、パパーって仕事を終わらせてくるから。ようこそお越しくださいました。お荷物お持ちいたします。お部屋にご案内いたします。こちらへどうぞ。こちらにお名前とご住所、お電話番号をご記入ください。島姉も手伝うのは当たり前って感じだから、あんまり褒めてくれないんだもん。あなたに褒めてもらえるなら手伝い頑張った甲斐があったよ。うん、私ずっと手伝いやってたから、お昼まだなんだ。どこかで食べていこうよ。